立時化は、麻雀において、長配を宣言する行為、及び、その宣言によって成立する役である。一こぼし。立時化の宣言を行うことを、立時化する、立時化をかけるのように表現する。立時化の宣言を行う際には、場に線展望を出すが、この展望を立時化帽と呼ぶ。宣言後は手配を変えることができないなどの制限が、つくが、 は、両した時に立字化という役が上乗せされるため、点数は高くなる。また、一発や裏ドラなどのメリットがあるため、現代の麻雀では少しでも超敗の確率、スピードを高めて立字化をかけようとする傾向が強い。4人全員が立字化をかけた場合、4や立字化として流局となる。以下の条件をすべて満たす場合に、任意のつも番で立字化の宣言を行うことができる。 条件を満たしても、必ずしも立直せずともよく、あえて立直を行わないことを、黙点という、超敗していること、門前であること、すなわち、地位、ポン、民行をしていないこと、飛びありのルールならば、展望を最低でも千点持っていること、つまり立直棒として千点を教託した時に箱を割ってしまうような場合、立直はできない、教託時に、 ちょうど0点になる場合、認められる場合と認められない場合がある。飛びなしの場合に箱を割っていた場合も、展望を借りて、リーチをかけることを認める場合と認めない場合がある。壁パイの残りが、オーパイを除いて4枚以上あること。すなわち、立時化を宣言した後で、数量、泣き、暗感が入らないと仮定した際に、少なくとも1回のツモが残されているということ。 ただし、泣きや暗感が入って結果的に、つもの機会なく流局したとしてもペナルティはない。ルールによっては、大パイを除く、壁パイが残り3枚以下の状態での立時化を認める、こともある。公説補足の不死も、参照のこと。立時化の宣言は、以下の手順を踏み、完了すれば立時化が成立する。リーチと明瞭に発生する。パイを横向きにして、打敗する。 この時打たれたパイをリーチ宣言杯という、立時過棒を強託する。手順の2において、リーチ宣言杯で、他のプレイヤーがロンは了した場合は、立時化は不成立となり、立時過棒の強託,託は不要である。リーチ宣言杯がポン、チー、または明巻された場合でも立時化は成立し、立時過棒を強託した後、リーチが成立した印として、 次順の捨て牌を横向きに置く。立時化を宣言した後、そのプレイヤーには次のような制約が課せられる。打牌の選択ができない。つまり、和量する場合と口実の安管する場合を除いて、積もした牌をそのまま捨てなければならない。他のプレイヤーが、数量牌を捨てたとき、もしくは数量牌を積もしたときに、濃い過失を問わず和量しなかった場合、その後は、 振り点扱いとなる。手配の入れ替えができないため、立時化をかけた場合の振り点は、曲が終了するまで絶対に解消しない。流曲した場合、他のプレイヤーに手配を開示して、長配していたことを明示する必要がある。この時長配していないことが発覚した場合は、脳点リーチのチョンボとなる。チーポン、民行ができない。また、 暗官についてはマチパイの種類、メンツ構成、役のいずれも変わらない場合に限って認められる。立直後の暗官が認められないケース以下に、例示するような暗官をリーチ後に行うことは認められない。このような不正な暗官を行ってしまった場合、数量ないし流局によって手配が開示され、他県によって指摘された時点でチョンボとなる。ただし、リーチ後の不正な暗官があったとしても、 竹川がした場合は、一般的に手配を開示する義務はないため、チョンボにはならず数両者の数両が有効となる。立て直したプレイヤーが協託した戦点は、その局には漁した者が取得する。流局した場合は次の局に繰り越される。なお、南四局で流局し、順位が確定した時の立地下坊は、トップの総取りとされることが多いが、 リーチをかけたものに戻して計算するルールもある。通常のルールである場合は、数量さえすれば律時価棒は戻ってくるため、律時価で数量すれば最低でも1300点は保証されると考えて良い。ただし複数人の同時、数量を認めるルールだった場合は協託量を上や優先で頭跳ねもしくは極力折半する可能性があるため、律時価量が全額は戻らずに、 実質的に先天点未満の数量になる可能性が生じる。近年はニやワの同時、数量が認められていないことも多いが、認める場合は率自家棒の扱いについて特に確認が必要になる。上のパイ姿はで、数量の形であるが、何もしない状態では、役がないため、現行の位置、こぼし縛りのルールでは、竹の打牌で上がることができない。しかし率自をすれば、 立字下という役がつくため竹の捨て灰でも上がることができる。立て直し、勝自身のつもイで上がった場合、少なくとも立字家門前清志つもあと二つの役が複合する。ただし、立字下をかけた後は、手灰を変えることが許されないため、手代わりの可能性を捨てることにもなる。例えばこのパイ姿ではを積もることで一平行に、手代わりする。 お暗号にすることで役配という数量薬をつけつつ、待ち返することもできる。おつもりを切ることで待ちに受け返ることもできる。こうした手代わりの可能性を考慮すれば、立時下のタイミングには注意が必要である。主なメリットは点数の向上である。主なデメリットは自分が長配であることを周知させてしまう点と、打配の選択ができなくなる点である。通常の両面待ちの場合、 捨て牌に4があれば14町と47町はない。同じく5が捨てられていれば25町も58町もなく、6が捨てられていれば36町も69町もない。したがって4に対する1と7、5に対する2と8、6に対する3と9は両面町に関しては安全であると言える。こうした通念を逆手にとって4に対する1と7、 ここに対する2と8、6に対する3と9を、かんちゃんシャンポン、短期で待ちにすることを、筋待ちと言い、筋で待つリーチを引っ掛ける筋化という。振り点の状態で掛ける立ジカを、振り点立ジカという。基本的には、通常のリーチと同じ扱いだが、振り点であるために、論数量ができず、つもで上がるしかない。振り点立ジカを観光する例としては、以下の例が考えられる。 なお、不利点率直下自体を禁止しているルールもある。その場合、流局もしくは積も数量など発覚した時点でチョンボとなる。積も最初の打敗で立直下することをダブル立直下と言い,い、1、こぼしましの2、こぼしとなる。ただし、その前に本、地位、名ンがあった場合は、第一打敗で立直してもダブル立直下とは認められない。漢字で二重立直下とも書き、 一般的には略して、W d と呼ばれる。第一つもの時点で少なくとも超配していなければならないため、発生頻度は低い。オープンリーチは、リーチする際に手配を竹に公開することにより、通常のリーチを1、こぼしましとする、ローカルルールである。通常のリーチ1こぼしオープン1ファンデに、こぼし役として扱われる。海流自家と漢字で書いて、 オープンリーチと読ませる表記になっていることもある。また、略して、プンリーと呼ばれることもある。手配の街の部分、あるいは、手配全体を公開することによって、数両配が何であるかを竹に明示した状態で立時化する。オープンするか否かは、打ち手の自由だが、多面割りで転廃した場合など、つも数量の降参が大きい場合は、通常のリーチではなく、オープンリーチにした方が、 期待値が高くなる。なお、通常のリーチと同じく、オープンリーチ以後は、手配の形を変えることができない。オープンリーチを受けた竹は、ルール上、オープンリーチの数両配を場に捨てることができない。手配すべてが、当たりパイになるなどしてやむを得ずオープンリーチに振り込んだ場合や、あるいは不注意から、オープンリーチの当たりパイを切ってしまった場合などは、 オープンリーチの手配の中身に関わらず100万払いとなる。一方、別のリーチ者がオープンリーチに振り込んだ場合は、100万払いは適用されず、オープンリーチは2班として計算される。オープンリーチに振り込まざるを得ない、ケースのパイス型0点パイ型とマチパイが見えているので、オープンリーチありのルールでは、リーチ後のゲームバランスが通常のルールとは大きく異なってくる。 通常のルールならリーチに対して切りづらい危険牌は複数ある。しかしオープンリーチに対しては分かっている当たり牌を切りさえしなければそれでよく当たり牌を余らせさえしなければ回し打ちをする必要も降りる必要もない。加えて上のパイス型例のような惨事が発生する可能性もありかつその可能性は無視できるほど小さいものではない。そのためオープンリーチは 数あるローカル役の中でも最も大きくゲームの性質を変えてしまう役であると言える。即立自家とは、長廃した直後に立自家すること。一般的には即リーと呼ばれる。即リーは、少しでも早く立自家することによって、相手に圧力をかける効果がある反面、手代わりの可能性を捨ってることになるため、必ずしも有利な作戦とは言えない。より、 良い町や高い手役に変化する可能性が残されている場合、長配しても即リーセずに様子を見る場合も多い。一方、町や手役が変わる可能性が少ない場合や、立て直しか役がなく、立時化をかけないと数量できない場合は、長配したと同時に立時化をかけることも多い。追っかけ立時化とは、竹が立直している状態で立時化すること。追っかけ立時化のメリットは、 先に立時化をしている者は降りるという選択肢がない点である。したがって追っかけ立時化をすることで先に立て直したものを強制的に戦いに参加させることができる。先に立時化をした者よりも自分の方が街が広いまたは手が高いと予想される場合は有力な戦法となる。その反面先に立時化をした相手は降りることがないため 必然的に乱戦となる。したがって、自分の手が安い場合や街が狭い場合は、メリットよりもデメリットの方が大きくなる可能性がある。現在の中国麻雀は立地家という役を採用していない。しかし、立地家の起源は中国の東北地方、かつての満州にあるという説がある。関東軍の将校らの間で遊ばれていた満州麻雀のリーチのルールが、 戦後、満州からの引き上げ者によって日本に伝えられたのだという。さらに現在の立寺家は、1952年に日本麻雀連盟の天野大蔵が提唱し、世間に広まった。立寺家を初めて成文化したこの放置ルールの制定は、戦後の麻雀ルールに大きな影響を与えたと言われる。なお、リーチの語源が 英語のリーチであるという話は、デたらめあるいはこじつけの類であるという。立字化の英語表記には日本語のローマ字によるリーチやピンインによる l i t が用いられるが、団体によってはコールと表記することもある。本来、立字化という訳は、現在のダブル立字化と同じものであった。つまり、曲の最初の打敗の時にしか宣言できないものであった。時代が下るにつれて、 局の最初の打範でなくとも宣言できるというルールが考案されたが当初はそれを途中リーチと呼んで本来の立字化と区別していたこの途中リーチのルールが戦後急速に広まった結果途中リーチの方を立字化と呼ぶようになりそれと区別するためにダブル立字化という語が生まれたなおこの途中リーチがあまりにも 特徴的であったため、当時普及しつつあったルールを総称して、リーチマージャンと呼ぶようになり、これがほぼそのまま現在のルールに受け継がれている。立字化の語は以下に転用されている。いずれも、普通カタカナで書かれる。ありがとうございます。